モルガナだっけ。私、猫と喋れてるんだね。すごく不思議な感じ。あ、ごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのに、すぐ理解しろって方が無理だ。正直、まだ信じらんない。それに、あの力、ペルソナ。アンドノの反逆の意志だ。それがあれば、あの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら、鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白。そんなこと、本当にできるの？被害に遭ってる党のバレー部員もだんまり、教師も親も見て見ぬふり、俺らみてえのが騒いだって握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかねえんだよ。だったら私にもやらせて。志保のこと償わせてやりたい。志保をあんな目に遭わせてのうのうとしてるなんて絶対許せない。今さらっと私にもやらせてとか口走ったか？連れてけって意味か？足手まといみたいに言わないで。見たでしょ、私だって戦える。おい、どうするよ。お前もそんな軽く。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。大丈夫、我が輩が守ってやるさ。ダメって言っても一人で行くからね。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。ったく、しょうがねえな。決まりね。じゃあそういうことでよろしく。私は絶対鴨志田に自分のしたことを償わせる。志保だけじゃない、今までしてきたこと全部。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることなら何だってする。怪盗行為なんて危険なこと、成功法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、それに長けた者がいてもおかしくはないわ。聞こえてるなら答えて。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、声をかけてねって、そっか、お互い連絡先知らないか。ねえ、番号と ID 教えてよ。じゃあ、よろしくね。モルガナも。こちらこそだ、アンドノ。いい子だな、あのけなげな心配り。しかも願いのために危険も顧みない意地らしさ。友達思いで、おまけに美人。なんて子なんだ。我が輩、すっかり心を奪われちまったぜ。おいおい、てか、これからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる秘密のアジトがあった方がいい。アジトか、悪くねえ響きだぜ。学校の屋上がいいな。人も来ない感じだったしな。ひとまずあそこが我が輩たちのアジトだ。パレスの中じゃ連絡取れないからな。我が輩
こっちに残ってやるよ。というわけでお前、我が輩のお世話を頼む。我が輩直々のご指名だ。光栄に思え。任せた。うち絶対無理だから。まもなく電車が参る。んじゃ、アジトも決まったし、明日な。お下がりください。じゃ、我が輩の滞在場所を確認しに行くぞ。どこだよ、廃屋。おい、お前、にゃにゃうるさいと思ったら、なんで拾ってきたんだ。居場所か。うちは飲食店だぞ、動物はねえだろう。けど、世話する生き物がいりゃおとなしくしてるかもしれないか。しょうがねえな。ただし開店中は騒がすなよ。店もうろつかせるな。つまみ出すぞ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か。お前を廃屋に押し込めてる割には話のわかる親父だったな。と言っても普通の人間には猫の鳴き声にしか聞こえんみたいだけどな。まったく、可愛い声で鳴きやがるから。お前皿洗っとけよ。ところで、名前とか決めたのか。モルガナ？ああ、名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。まあ鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前らいつか聞いたよな、我が輩が何者かって。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。だから人間様だ。元から猫ならなんで喋れんだよ。説明つかないだろう。歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を晴らしてきっと自分を取り戻す方法だって大体わかってるんだ。城にいたのもその調査のためさ。そういや、あっちの世界では腹は減らなかったな。言っとくけど、ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。
実は我が輩知的で器用だから潜入道具を知ってるんだぜ。おっと、こっから先は取引の後じゃないと教えてやれねえな。お世話するのと引き換えに我が輩の潜入道具だ。どうよこの取引。それはオッケーってことでいいな。取引成立だぜ。あらゆる場所への巧妙な潜入と脱出、特殊な道具を使っていた可能性がある。そしてそれを作っていた者がいたことも。答えて。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。潜入道具のことはおいおいレクチャーしてやる。ところでお前、パレスで見た力マジですごかったな。あの力が伸びれば伸びるほど切り札として頼れるってもんだ。よーし、今日から我が輩お前と一緒に行動してやるぞ。ペルソナは心が生み出す力だ。お前がどんな経験を積んでいくかで、あの力にもきっと影響があるはずだ。有能な奴らと知り合えれば、いろいろ役立つ技を覚えられるかもしれない。これも取引のうちだからな。まあ目をつけてやったんだ。期待は裏切らないでくれよ。
てと。なるほど。違うっつーの。待ってたぜ。いいか？よし。行くぞ。我が輩にいい考えがある。
よーし。どうも。診察室にどうぞ。どれ？それにするの？はい、どうぞ。お大事に。やれやれ。そうだな。よし。
るほど。よし。